事な塔がドシッと倒れるのを見に来たのか。そんなことはさせない。キャットボーイ、落ち着いてそのまま私についてきてね。私が下がれって言ったらレバーをぐっと前に押して。下がれ。追いかけろ。ギリギリで避けるよ。飛行機を助けなきゃ。月光、月光パワーを頼むね。キャットボーイ、ついてきて。できるだけ近くまで寄って。スーパー月光パワー。了解、アウレット機長。次はやっつけてやるからな、おじゃマスク。見てろよ、すぐに僕を下ろせ、忍者リーノ。すごくかっこよかったよ、アウレット。やっぱり飛ぶのが一番上手だよね。最後はそうだったかも。ねえ見て、気球もロケットも全部あるよ。よし、朝が来るまでに元の場所に戻しておこう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。今の、本当最高。もうもうだったよ。私だったら、そうね、まず宙返りをして、それから勢いよくくるくる回ってみせる。ほら、こうだよ。ブンブンブン。強い力だったね。うん、あんな力が出るなんて、急に前より強くなった気がしたんだ。私たちを守ろうとしたからだよ、結構。そのせいで隠れてた力が全部出たんだ。そうかも。すぐにメダルを返せ、僕のだぞ。ナイト忍者のものじゃないでしょ。僕が岩を岸に投げて真っ二つに割ったんだ。投げたのは君だけど、岩を割ったのは結構だよ。強い力を出してね。それを信じろっていうのか。トカゲが僕より強いなんておかしいだろ。本当の強さは友達を助けるときに生まれるんだ。だからなんだって言うんだ。もういい、メダルは弱マスクどもにくれてやる。だがこれで終わりじゃないから覚えておけよ。山の上の寺に戻ってもっと修行するぞ、忍者リーノ。メダルは間違いなく結構のものだよ。ありがとう。でも遠くのお寺にあった伝説のメダルでしょ。僕が持っててもしょうがないよ。博物館に飾ってみんなに見てもらう方がいい。素敵。そうだ、月光の力を貸してほしいことがもう一つあるんだけど。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。かっこいい。すごい、すごい。ものすごい力持ちが岩を割ったんだね。でも誰だろう。ほんと謎だね。ぐるぐるタスマニを救おう。何？あ！よせ！スーパー月光パワー！パーティーをぶち壊すおじゃマスクどもめ！いつも私の邪魔係して！へえ、すごくリズム感がいいんだね。本当に？どうせ口先だけだろう。本当だよ、踊ってみせて。足をどんどんやって、最後にぐるぐる竜巻で決める。わかった、面白そうじゃない。
ねえ見て見て、キャットボーイ上手に回れるようになったね。道具を学校に持って帰ろう。ルナガールすごく楽しんでるから別に怒らないよね。パジャマスク任務成功。悪を倒しパーティーを救った。すごく上手になったねコナ。ありがとう。うわうわ、やるじゃないかコナ。ちょっと滑っただけだよ。そうだ、今の動きツルツルスピンって呼ぼう。回って転んでまたすぐ回るんだ。君たちも一緒にやってみない？わーやろうやろう。いい？また君？でも今度は気にしたりしないよ。スーパーキャットジャンプ！よしやるぞ、町を全部だ。そんなパーティーだよみんな。うわドカンと行くぞ。スーパー結構パワー。何やった、できたじゃないか結構。いつそこへ行った、ノロノロなのに。どんなにゆっくりでもよそ見しないで進めばちゃんとここまで来られるんだ。やられた。いいぞ。やった、もうゆっくりじゃない。見て、うん、月光踊ろうよ。月光月光ダダダダ。うん、月光ダンスは大嫌いだ。覚えてろパジャマスク、次は僕が勝つ。僕が勝つんだ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。どうしたの？ボール持ってきたんだね。あの技見せて。うん、いいよ。でも後でね、すぐ授業だから。そうだね、やることが分かってて偉いよ。ありがとう。ゆっくりのハイタッチ。イエーイ。大事な塔がドシッと倒れるのを見に来たのか。そんなことはさせない。キャットボーイ、落ち着いてそのまま私についてきてね。私が下がれって言ったらレバーをグッと前に押して。追いかけろ。ギリギリで避けるよ。回って、大きく右。早く捕まえろ忍者リーナ。飛行機を助けなきゃ。月光、月光パワーを頼むね。キャットボーイついてきて。できるだけ近くまで寄って。スーパー月光パワー。着陸よキャットボーイ飛行士。了解アウレット機長。次はやっつけてやるからな。おじゃマスク見てろよ、すぐに僕を降ろせ忍者リーナ。すごくかっこよかったよアウレット。やっぱり飛ぶのが一番上手だよね。最後はそうだったかも。ねえ見て、気球もロケットも全部あるよ。よし、朝が来るまでに元の場所に戻しておこう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。私だったらそうね、まず宙返りをして、それから勢いよくくるくる回ってみせる。ほらこうだよ。ブンブンブン。オーケー、私の番ね。落ち着いてやらなきゃ。
事なランをやったやったやった、列車なんていらない、大好きなラボさえいればいいんだ、じゃあ列車を元の場所に戻そう。遊園地のみんなが楽しみにしてるもんね。いいか、次はやっつけてやるぞ、パジャマスク。え、その前にありがとうだろ別にいいよ、ゲッコ、ビュンビュン列車は取り返せたんだし。パジャマスク任務成功、悪を倒し街を救った。わーい、早く、そろそろだよね。夜に一回乗ったけど、また乗るのがすごく楽しみ。本当にありがとう、アモヤ。私後でいいから楽しんできてね。すごいスピードだよ。あ、どうしたの？あなたたちも来る？いいよ、喜んで。うん、ちゃんと優しくするからね。ダメ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 ！仲間が誰もいなくなっちゃった。こんなのってないよ。見て。なんだかルナガールがかわいそうになってきた。ごめんね、みんな。もうチョウチョがいいなんて言わない。これからも一緒にいてくれる？お家はすぐだよ、チョウチョさん。パジャマスク任務成功、悪を倒し街を救った。グレッカ、アマヤ、見て、脅かさないようにそっと指を出すと。すごいだろ？はっ、なんだよこのつまんない蝶々。ガオー！ちょっとやめてよ。ごめん、怖かった。お、おい、なんだよ。やめろ、くすぐるなっては。乱暴なことしたせいだよ、キャメロン。優しくしなきゃね。こんな感じでいい？蝶々と友達になれたね。あ、すごい、チョウチョも結構かっこいいかも。肌を屋根に立てれば、この学校とパジャマスクの基地は永遠に僕のものになる。は？今さら遅い、パジャマスク。行くぞ、忍者リノ。これで僕の勝ちだ。ナイト忍者って素早いんだね、キャットボーイ。僕たちの力じゃどう頑張っても勝てないよ。お友達のトカゲくんがいないのが本当に残念だな。強い忍者に頭を下げろ。そうだろう、忍者リーノ。どうなってる？旗はどこだ？あ、僕が来て驚いた、ナイト忍者。そんなありえない、捕まえたのに。友達に助けてもらったんだ。それからカムフラージュで屋根に降りて、こっそり旗を2本とも取った。トカゲの尻尾にお任せを。じゃあ僕はこれで旗を基地に持って帰って立てるよ。これで勝ちは決まりだ。パジャマスクが勝った。お前たちのせいだぞ、忍者リノ。ナイト忍者の夜の忍者学校には入れてやらない。ダメな生徒め。やったね、ゲッコ、パジャマスクチームの勝利。悪を倒し学校を救った。どこにもいないみたい。声は聞こえる？うん、アウルアイとキャットイヤーが使えないとすごく難しいね。スーパー月光センスがなくても僕の勝ちだってはっきり感じる。旗を立てたよ、グレッグの勝ちだ。思った通り、旗取りゲームが上手だね。うん、さすがグレッグ、2連勝。うわ、ありがとう。でも君たちの方がすごいよ。世界で一番の友達だ。僕が濡れるときはルナガール、君も一緒だ。
それじゃあ反対向きに動かそう。やめて。やった、うまくいった。結構タンクを持ってきて、中の雲を消そう。わかった、キャットボーイ。スーパー月光パワー。うわー、やったね、雲が全部なくなった。お日様を救ったんだ。マグネットを返して。いやだ。マグネットを修理して、次こそパジャマスクを倒せ。やったね、キャットボーイ。できると思ってた。濡れるのもそんなに悪くなかったよ。だって、友達を助けるためだもん。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。待て、捕まえるよ。あ、水だ。ちょっと、まだ水が怖いの？うん。でも、人にかけるのは平気だよ。わあ！上手にルナボードに乗れるようになったね、月光。ありがとう。上手になったら大好きになっちゃった。手伝ってくれてありがとう。ルナボードとマグネットは返すよ。ありがとう。そろそろ家に帰るんでしょ。楽しいクリスマスは終わりだね。大丈夫、まだ帰らないよ。もう一つやることがある。と思わない、ルナガール。そうね、これでクリスマスは本当に終わり。今年もプレゼントはなしだった。うん、あるよ。スケート靴。でも私滑ったことないの。大丈夫、僕もそうだから。きっとすぐできるようになるよ。やってみよう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、クリスマスを救った。イエーイ。あ、ねえ、何なのこれ。雪だよ、クリスマスの雪だ。さあ、みんな舌を出して。べグリップを使えば氷の上も楽に動ける。だからなんだ。ソリ型ラボは天才の僕が作ったんだ。だからお前たちみたいな中身スカスカの間抜けに負けるわけがないね。どうかな。イエス成功。僕に追いつける。スーパー結構パワー。氷を溶かすから待っててね。よくやった、猫。猫も驚く大活躍だよ。ほんと、話をちゃんと聞かなくてごめんね。ううん、僕が悪いんだ。こうしようって思ったら諦めないでちゃんとやらなきゃ。どこなんだ。今度はローミオが固まっちゃったみたいだね。許さないぞ、パジャマスク。僕の楽しみをいつもいつも邪魔して。次は負けないからな、覚えておけよ。まだ町中が凍ってるね。朝までにちゃんと溶かさないと。これを使ってパジャマスク任務成功。悪を倒し、町を救った。
それより自転車に乗ろうよ。自転車より公園の方が。それよりももっといいことがあるよ。プールに泳ぎに行こう。賛成、すぐ行こう。わあ、ここだけ溶かし忘れてたよ。待てロボット、ダメだ、止まれ。わわわわ、アウレットのフロッシーフラッシュの本が役に立ったね。おい起きろ、この鉄くずめ。いいね、ありがとうご主人様、元気が出ました。え、主人はアウレットじゃない、この僕だ。アウレットは天才です。猫のヒゲもびっくりだ、どこかぶつけたおかげでロボットの性能が上がったみたい。ほんと、いい子ねロボット。あの悪者を捕まえて連れてきて。うわー、おいこら離せ。本を全部元に戻そう。ヤモリもびっくり、僕の大好きな本だ。うん、このフロッシーフラッシュの本そんな悪くないじゃないか。ロミオ、本を読むの好きなの？え、嫌いだ。フロッシーフラッシュ、キックフラッシュ。行って。今回はお前らの勝ちだ、パジャマスク。でも次は違うぞ。ロミオが逃げていくよ。すぐ捕まえます、パジャマスク。何？うわ。頑張れロボット。それじゃ本は全部元に戻そう。うん、みんなも大好きな本を読みたがってるよね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。やった、本が元通りだ。これで好きなのを読めるね。見て、フロッシーフラッシュの本だよ。フロッシーフラッシュ読まないの？うん、今日はこの本にするんだ。ほら、フクロウの本だよ。ピョンピョングローブに乗った猫とヤモリか、面白そうだな。そうかな、月光の動きを見て。え、待て、そんなこともできるのか。僕のだぞ。うまくいったよ。どこに行くんだ。よし、私の番ね。すぐに返せ。いいわよ、返してあげる。今だ、キャットボーイ。おい、やめろ、離せ。あっち行け、パジャマ抜け。いいよ、アウレット。やったね、パジャマスク。ほんとすごかったよ。結構は猫のヒゲみたいに立派だ。そんなのないよ。世界を歩いて征服するなんて嫌だ。じゃあピョンピョングローブを使えば。でも気をつけてね、素早いヤモリじゃないと乗りこなせないから。勝手に言ってろ、パジャマスク。もともと僕のものなんだ。こんなの簡単に乗れるに決まって。よし、朝になる前にこの穴を塞ごう。手伝うよ。何したらいい？ありがとう。でも僕のせいでこうなったんだ。僕一人で直すよ。そう、スーパーキャットスピードで。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。今度はグレッグの番だよ。あ、そうだね、ありがとう。しまった。お前たちのせいだよ、おじゃマスク。本にさよならを言うんだね。待て、スーパーキャットジャンプ。結構いいんだよ。本は無事か。でも基地のゲートは大きく開いたまま。残念だったね、おじゃマスク。僕のことを忘れてない。すぐに出して、憎らしい。
閉めるまでダメだよ。よし、じゃあ出してあげる。やった！くしゃみばかりするヤモリにこの私が負けるなんて。くしゃみが止まらなくて外に出られなくても、月光はパジャマスクの仲間なの。行くよみんな、次は負けないからね。頭に来るおじゃマスクどもめ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。グレッグかわいそう。フロッシーフラッシュは取り返せたけど、くしゃみがひどくなっちゃった。しばらく家から出られないよね。一人で退屈してるかな。ねえグレッグ、具合はどう？すごく、くしゅう、元気。家の中にいるのも楽しいよ。かっこいいスーパーヒーローを考えたんだ。見て、アメージングくしゃみキット。スーパーくしゃみの力で後ろ向きに飛べるんだよ。え、くしゅう。おっと。重すぎるのか。お前たち飛び降りろ、急げ。何を怖がっている。忍者なんだ、飛び降りても平気だろ。さあ行け。大変、飛び降りろって言ってる。助けてあげなきゃ。やった、ほらもう大丈夫。忍者リーノ、この僕が悪かった。ちょっと意地悪だったかもしれない。もういいだろ。さあおいで。僕も大好きだよ忍者リーノ。ああ、ナイト忍者も案外優しいね。ああ、もう終わりだ、行くぞ。さあ、金の戦車を博物館に返そう。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。ちゃんと遠足ができてよかったね。ほんと、先生にまたリーダーになってって言われたの。来て、私のアマヤティーニー。アマヤティーニー、冗談だってば。やめてくれ、なんとかしろロボット。ルナビームから逃げられるやつはいない。お前もだロボット。その通り。ガモ、ルナガールもロミオもロボットも戦いに夢中だ。アウレット第4弾に行こう。スーパー結構パワー取ったよ。あの望遠鏡がないとレーザーの狙いをつけられない。ダメだ、笑ってる場合じゃないぞ。ち、あっち行け。望遠鏡を奪え、ロボット。もう遅いよ、ロボット。スーパーキャットスピード。よし、バラバラです。どうしましょう。まさかそんな。諦めろロミオ、もう望遠鏡は使えないんだ。あとはお前をパジャマスクが倒す。僕にはまだ宇宙レーザーがある。やめろ、何するんだ。すぐに放せ。じゃあそうするわ。そんな、今回はお前たちの勝ちだが、次は覚えてろ。ご主人様、待って。ねえルナガール、いいチームワークだったね。これからも一緒にどう。なかなか楽しかったけど遠慮しとく。それじゃね、パジャマ抜けたち。それじゃあ任務完了。まだだよ。そうだ、望遠鏡を元の場所に戻して終わりだね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。どう、一つずつ作っていったら太陽系の模型が出来上がったよ。みんな見て。うわ、光がすごく綺麗。宇宙の神秘だね。その間に
違う、こっち。あ、どうして言う通りに動かないんだよ。ラボをちゃんと運転できないんだ。うわ、でも僕たちも人のこと言えないか。あ、そうだ、失敗しないように頑張ったら余計に失敗したよね。キャットカーをぶつけたり。そうだね。だからヨロヨロするのを利用して攻撃する。ヘニャヘニャ指にフラフラ足にグラグラ歩き。そうか、ヨロヨロパワーだね。かっこいい。うお、ロミオのラボはフラフラ走ってるからうまくタイミングを合わせなきゃね。ほら来るよ。いい？よし、今だ。スーパー結構ヘニャヘニャ指。グラグラ歩きキャット回転。おフラフラ足パワー。うわっ、うわっ、スーパーヘニャヘニャ指。やっほっほー、やったー。待って、本当に元に戻ったの？あれ、まっすぐ歩けるようになったぞ。ああ、いつもパジャマスクのせいで台無しだ。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。リカの展覧会楽しみだね。怪しい科学者の実験とかなさそうだし。アマヤ、コナー、先生がね、火山をあっちに動かしてって。僕に任せて。もうヨロヨロフラフラしてないから一人で運べるよ。うん、うん。やっぱり一人じゃ厳しいかもね。そこまでだ、ロベット。おとなしく降参しろ。マスターファンとキックマギーには勝てないんだ。すぐロミオを離せ。嫌だ。もう終わりだ。欲しいなら受け取れ。うわ、フロッシーフラッシュスーパーキャッチ。やった、ナイスキャッチ。合うじゃなくてフロッシーフラッシュ。うん、さようならパジャマザル。わっ、ははははわわわわわわわ、いた、いたんだ。うん、よろしく、ロベットです。仲良くしましょう。お邪魔スクメ、僕を遠くにほったらかしにしてここまで連れてきてくれてもいいじゃないか。ロミオ、ロボット、大事な友達、また話ができて嬉しいよ。ああ、友達はいいな。感動的な終わり方ですね。私も入れて。いいだろう。でもまず家に帰ってお前のプログラムを直さないとな。よし、さっさと帰ろう。わかりました。その前に遊び道具を返しましょう。うん、いいだろう。じゃないとパジャマスクどもがうるさいからな。よろしく、ロベットです。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。これで遊び場を元通り。よくやったね、アマヤ。じゃなくてフロッシーフラッシュ。アマヤが犬のスロッピーをやらなくてよかった。僕ができるもんね。スロッピーは僕だよ。ワンワンワン、僕が先だ。もっと上手にできるし。ワンワン、僕の方がうまいよ。ワンワンワン、僕だってば。スーパーリザードグリップ。ロミオが言った通りパワーコピー機を奪って壊そう。よし、右アウレット。スーパーキャットスピード。ロミオを取り囲んで。スーパーキャットジャンプ。みんな一緒にアールウィングを使ってロミオのパワーコピー機を吹き飛ばそう。アールウィングウィンド。キャットスピードゴー。スーパーリザードグリップ。もうちょっと強く。そんな。アウレット助けて。捕まえた。今日はお前たちの勝ちだ、パジャマスク。でもそんなチャチなパワーがなくても世界は征服できる。見てろよ。
みよう。じゃあ盗まれたものを全部学校の倉庫に返そうか。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。おはよう。あーコナ、飛び込み戦ってまたやる？うん、もちろん。アマヤが良ければだけど。いいよ、だって私だけのものじゃないもんね。一緒にやった方がずっと楽しいし。おっと、僕の番。おっと。忍者リーノが喜んでるよ。一緒に更新してる。本当だ、ちゃんと指揮できる。1、2、3、4。左見て、右見て、回って、下がる。8の字になって、さあ宙返り。やっ、うん、忍者リーノ、準備はいいか？なんだよ忍者リーノ。忍者リーノはお前じゃなくて僕の手下だぞ。一番の指揮者についてきてるだけだよ。うん、ベタベタ手裏剣でパレードの邪魔をしてやる。うん、僕が指揮できないなら誰にもやらせない。みんな位置について並んで。あ、太鼓がなくてもパレードの指揮はできるけど、壊されるのはやっぱり嫌だからね。パジャマスクのせいで全部台無しだ。ごめんね、ナイト忍者。でも君じゃなくて僕たちのパレードだ。みんな明るくて楽しいのが好きなんだよ。だからあなたのことを止めたの。今回はお前たちの勝ちだ。でも次はそう簡単にはいかないからな。うわー、すごい、最高のパレードって感じ。そうかもね、月光。でも明日のパレードの方がすごいよ。でしょ、キャットボーイ。うん、明日までに車の色を塗り直して旗もちゃんと飾らなきゃね。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。パジャマスクどもがお前たちの後ろの林にいる。キャットボーイを下ろして捕まえろ。待て、ブリキ缶、行くんじゃない、罠だ。それじゃあみんな丸太を使って戦おう。おーい、あー、見て、あー、見て、うー、残りが来るよ。みんな位置について。こっちだよ、ロボット。おじゃましく殿は何をする気なんだ。ロボット、水嫌い。残り1体だ、スーパーキャットスピード。猫を捕まえろ、ロボット。よせ、うわ、重い、どけ。やったね、月光パワーでマシンを壊して。でも壊したら他の3人が消えちゃうよ。消えるんじゃない、1人のキャットボーイに戻るだけだよ。みんな仲間だもんね。やって、月光スーパー月光パワー。やったやった。覚えておけよ、おじゃましく。ロボット軍団に勝っても僕に勝つことはできないんだ。そのマシンも安全な場所にしまおう。パジャマスク任務成功。悪を倒し街を救った。全部元通りになったね。コナーも一人に戻ってよかった。ほんと。さあ今日は何して遊ぶ？バスケットボールはどう？サッカー、サッカー大好き。サッカーやろう。あー、二人がやりたいのでいいよ。ルナガールに車を取られたのも僕のせいだ。出しっぱなしにしたから。いいんだよ月光、みんなで一緒に取り返そう。いいこと考えちゃった。
くれたら返してあげる。まあ、しょうがない。次は負けないからね、お邪魔すく。あ、結構最後にちょっとだけキャメロンの車に乗らせて。すぐだから、いい？ありがとう。ふっほんと楽しい。あ、スーパーパワーで僕のせいだ。明日までにちゃんと直せばいいよ。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、魔人を救った。僕の車。ごめんね、僕のせいで大事な車をなくして。でも見つけたよ。ありがとう、グレッグ。僕も昨日怒ってごめんね。ん？クラクションどうしたの？ちょっと違ってる。ほんとごめん、僕がうっかり壊しちゃって。それで新しいのをつけたんだ。いい音、最高だよ、グレッグ。行くよ、キャットボーイ。了解。はスーパーアウルウィングウィンド。月の花は夜に咲くから嫌いかも。やった、大成功だね。やめろ。憎らしいおじゃマスクね、覚えてなさいよ。わあ、やったね。パジャマスク、任務成功。悪を倒し、街を救った。今年のひまわりコンテストの一等賞はアマヤ。グレッグがいろいろ教えてくれたおかげだよ。どれくらい水をあげるとか、光を当てるとか。だからね、トロフィーはみんなのもの。やったー、一等賞。